皆さんこんにちは、サカダイ TV 編集長の白鳥です。今日は、林良平さんをゲストにお招きして、もうドイツ戦の、はい、もうプロフェッショナル解説をお願いしたいと思います。お願いします。以前ね、9月ですか、はい、アメリカ戦の、生配信にも来ていただきまして、はい、その時だいぶこうフォーメーションの噛み合わせとか、はい、いろいろ興味深い解説をしていただき、はい、その前にドイツ戦スペイン戦のね、はい、ちょっとプレビュー的な企画もやっていただいて、うん、それが好評だったので、はい、このタイミングで来ていただいて、はい、まずありがとうございます。お願いします。早速ですね、ドイツ戦の解説をしていきたいんですが、はい、事前にね、林さんに決めていただいたちょっとスタメン予想を、はい、じゃじゃんと、はい、ちょっといくつかまだね、確定していないところもありますが、はい、両チームのメンバーはちょっとこのようになっています。はい、まずね、日本の方ですが、はい、どうでしょう、こうちょっと迷われているこうポイントがいくつかありますが、はい、そうですね、はい、でも基本ベースは、まあ、4-2-3-1 だと思います。まあ、4-3-3 もずっと予選では使ってましたけど、はい、ここ最近は4-2-3-1 がベースとなっているので、まあ、次のゲームは4-2-3-1かなと。でそんなまずキーパーから言うと、まあ、権田選手、シュミット選手いる中で、まあ、前回のカナダ戦のパフォーマンスを見ると、うん、まあ、コーナーキックのところで少し高さの部分で権田選手がやられている部分があったので、まあ、もしかしたらドイツ戦はシュミット選手が出るんじゃないかなとは個人的に予想してます、はいはい、で後ろから4バックは右から酒井選手、吉田選手、あとはこの冨安選手ですよね、はい、冨安選手が復帰できるかどうかなんですけど、彼がいないと困るんで。そうですよね、はい、まあ、怪我もしてもらいたくないですけど、うん、ぜひ出てほしいなと、はい、これはもう日本国民全員思ってるでしょうね。思ってますね、はい、だから冨安選手、まあ、練習には復帰してるんですよね。そうです、はい、練習に復帰してるんで出ると、はい、あとはまあ左サイドバックのところ、まあ、長友、僕の明治大学の同期長友もしくは伊藤選手ですけど、まあ、長友じゃないかなと、はいはい、ワールドカップ4大会連続選出、うん、まあ、彼は金髪にもしてましたけど、そうですね、うん、やってくれると思うんで、はい、頑張ってほしいですね、はい、で中盤のところが、まあ、遠藤選手も練習に復帰しているので、遠藤選手、ね、うん、あとはここのところですね、森田選手が少し練習に復帰してないっていうところで、まあ、ボランチのところは田中選手かなと、はい、で右から、まあ、不動の伊藤選手、鎌田選手で、左がまあ三笘選手も戻ってきましたけど、久保選手じゃないかなと、うん、で一番前に前田大然という形になると思います。はい、まあカナダ戦では、はい、伊藤選手とも前田選手は全く使われてないので、はい、まあドイツ戦多分スタメンだろうなっていうのは、はい、なんとなく予想ができて、うん、はい、やっぱりここのちょっとまずボランチですよね、はい、この田中選手がもしかしたら、うん、こう鎌田選手がこう下がって、はい、うん、久保選手真ん中、はい、三笘選手は左になるかもというあの予想もね、はい、ありますけれども、うん、林さんどうですか。まあ、田中選手は、まあ、4-3-3 の時はインサイドハーフで駆動でしたけど、うん、この前の、まあ、怪我もしてたみたいで、はい、カナダ戦のパフォーマンスを見ると少しまだ怪我明けかなと、うん、完璧な状態ではないかなっていうのも思いました、はい、正直、うん、なので、まあ、鎌田選手をここに置いてこの形もありますよね、はいはい、うん、で個人的にはこの久保選手はやっぱり左より絶対真ん中で、うん、見たいんです僕は、うん、なるほど、うん、やっぱここでこの前もやっぱ出てましたけど、どちらかというとやっぱ左利きの選手が、うん、まあ、縦にもいける選手でありますけど、はい、やっぱりカットインの方が多いので、うん、まあ、真ん中でこのライン間で引き出す動き、はい、もしくは、まあ、伊藤選手がいるので右で出ることはほぼないかもしれないですけど、うん、右からカットインして入っていく、侵入していく方がやっぱりより良さは出るのかなと、
まあ、レアルソシエダでもやっぱここの 4-4-2 のトップ下であったり、うん、はい、2トップのところからこういうふうに流れたりっていう形なので、どちらかというとこうサイドに置いてしまうと、まあ、カナダ戦もカットインから右足のシュートとか打ってましたけど、はい、うん、より良さが出るのは真ん中か右かなっていうのは思いますね。まあ、それでも、まあ、今回一応予想する上では、はい、そうですね、久保選手左、はい、田中選手ボランチ、やっぱトップ下、はい、鎌田選手という形が、うん、はい、一応は現時点で予想できるスタメンだ、まあ、そうですよね、ここがやっぱりすごく今は軸になってますし、はい、ここを下げてっていうよりは、まあ、この形が現実的かなと思いますね。あとはこの選手ですよね、彼がやっぱり、まあ、少し体調崩してましたけど、はい、まあ、練習にも復帰して、うん、本当にプレミアリーグでも素晴らしいプレーしてるので、はい、うん、すごい鍵握ってますよね。握ってますよね、うん、握ってる、うん、なので最初から見たい選手でありますけど、はい、まあ、多分こうじゃないかなっていう、はい、予想ですね、日本の方は、はい、まあ、あくまで本当ね、現実的にはこうじゃないかという視点から、はい、日本のスタメンをこういうふうにとりあえず11に選んでいただきました、はい、一方ドイツ、はい、どうなりますでしょうか。まあ、ノイアーは、まず確定ですね、うん、で右からケーラー、まあ、ジューレー、まあ、リューディガーも怪我から復帰したっていう情報があるので、まあ、ここも格でキャプテン、はい、うん、キャプテンなのかな、まあ、キミヒムとも言いますけど、リューディガー、はい、で、まあ、左もラーム、うん、はい、でボランチのとこが、まあ、キミヒとゴレツカで、ギュンドアンの可能性もあるんですけど、僕この前 の, あのオマン戦、ドイツ対オマン戦、あの放送されてないんですけど日本では見ました、はい、見たんで、その情報をもとに言うと、まあ、あの試合にギュンドアンフル出場してたんで、うん、多分、まあ、キミヒは途中後半から出てて、でゴレツカも途中で確か変わってたんで、うん、まあ、この2ボランチになるのかなと、うん、で左は、まあ、ザネはすごいフリックに信頼されてるんで多分出ると思います、はい、であとはここの一番前の選手は多分ハベルツじゃないかなと、はい、でここですね、迷うところ、うん、ここの真ん中のとこに、まあ、怪我してたミュラーもしくはムシアラが入ると思います、うん、どうですかね、どっちなのか、ちょっとここはもう、その時の調子であったりフリッカーとか決める方の正直分かんないですけど、一応は、はい、ミュラーにしときますか、はい、難しいなここは、うん、ね、ムシアラは確かにちょっと、まあ、なんかミュラーとかは、うん、まあ、もちろん初戦なんで使ってくる可能性もありますけど、まだコンディションを徐々にっていうところで、じゃあムシアラにしときましょうか、うん、ありそうですね、ムシアラで右は、まあ、ニエブリ・ホフマンいますけど、多分ホフマンだと思います、うん、やっぱりポリバレント性が高くて頭のいい選手なので、はい、ホフマンを使ってくるのかなと、こういうスタメンですね、はい、一応そうですね、はい、まあ、あとドイツでいうとこの、今、はい、フィルクルク選手がね、はい、少し風邪インフルエンザで、はい、ちょっと日本戦は間に合わないっていう情報があります。オマン戦もゴール決めましたからね、決めましたね、はい、うん、で、まあ、ブレーメンでも得点たくさん決めてますし、はい、この今のドイツ代表になかなかいないタイプ、ボックス内で勝負するプレイヤーなので、彼が日本戦にいないってなるとすごいありがたいなと。この前のオマン戦も彼ゴール決めて、やっぱりここでハベルツのボールを受けて、まあ、左右両足も蹴れるんで、左足でしっかり流し込んで怖さを見せてたので、彼がいないってなると助かります。あの、はい、パスを受けてからのシュートまでの一連の動き素晴らしかったですね。あ、そうですね、うん、うまかったですね、はい、もうザ・センターフォワードっていうタイプなので、まあ、一応ねこのように両チームのスタメン予想をしていただいて、はい、うん、じゃあここから日本がどう戦うべきかというところに、はい、入っていきたいんですが、はいはい、そうですね、間違いなく最初はハイプレスに行くと思います。あ、はい、うん、で行った方がいいと思います。行った方がいい、行った方がいいと思います。やっぱ立ち上がり10から15分はやっぱりまだ初戦ですし、まあ、相手のドイツがエンジンが温まってない状態に、まあ、こっちからやっぱり仕掛けていく、アグレッシブにプレッシングをいった方がやっぱ相手からドイツからしても嫌ですし、はい、まあ、日本もそこで
こうショートカウンター奪ってからショートカウンターとか打てれば一番いいですし、なのでまあ立ち上がりのところは間違いなくハイプレスではいくと思います。やはり戦前の予想で言えば、はい、まあ、世界的にもやっぱりドイツの方が、はい、まあ、基本ドイツ勝つだろうと思われている中、うん、やっぱ受け身に回ってはちょっと何も波乱がやっぱ起きないと思うので、はい、うん、やっぱ林さんが言う通り、はい、こう仕掛ける姿勢は大事になりますよね、はい、そうですね、うん、まあ、そのためにこの前田大然がいるんで、まあ、彼をプレッシングさせなかったらダメですから。これもう本当に水戸時代に一緒にやってるんで、はい、友達のように喋りますけど、まあ、彼を走らせなかったら全く意味を持たないというか、うん、まあ、プレッシングし、まあ、攻撃でももちろんスペースに飛び出しとかありますけど、まあ、守備でより、ね、やっぱハードワークしてスピードもあるしスタミナもあるしっていうところで、うん、相手からしたら、まあ、セルティックでやってますけどそこまで一緒にプレイしてるジューレとかリューディが対戦したことそこまでないと思う、はい、あ、まあ、レアルって一回やってるか、うん、大前はですけど、やっぱり彼のスピードっていう部分は守備でも生きると思うので、まあ、最初は立ち上がりハイプレスっていうところですよね。ただ一方ドイツも、はい、組み立てはもちろん、はい、あの使ってきますが、やっぱりロングボールも、はい、あの、ね、精度高い入れてくるじゃないですか、はい、だからそのハイプレスがひっくり返される可能性も想定した上で、はいはい、やはりそこはやっぱあの10分15分ってやっぱり時間限定のハイプレスっていう感じの方がいいと思います、うん。でまあ、フリック監督は、まあ、そういうのを間違いなく相手がどう出てくるかっていうのは、うん、まあ、その親善試合を見てれば、うん、多分イメージしてるんで、前からアメリカ戦であったりカナダ戦を見ると前から最初捕まえに来るっていうのを知っていれば、間違いなくそのプレスをやっぱりひっくり返す、うん、まあ、今みたいにロングボール、まあ、ハベルツもサイズありますからね、はい、だからここにシンプルに縦に入れてそのこぼれ球を拾ってっていう攻撃も間違いなくしてくると思います、はい、で、うん、でも日本はやっぱり立ち上がりの10分はやっぱ前から行くっていうのは徹底していきたいなっていうところですよね。まあ、まあ、ちょっとカナダ戦のメンバー違うんですけど、はい、少し前からのプレスで、はい、うん、ちょっと連動性という意味で、うん、日本少し欠けてたかなという見方もできたんですけど、そうなんですよ。あれはあの久保選手で少し成り立ってたかなっていうのは個人的に感じますね、うん、まあ、ここはメンバー全然違うんですけど、まあ、この前であればある程度こういうふうに、カナダの方が高い位置取ってきたときに、ここのセンターバックが広がったときに、まあ、久保選手が自らのこうあのスイッチを入れてこういうふうにプレッシングをかけて外切りで行ってて結構ハマった場合、うん、場面があったんですけど、まあ、久保選手とかがいなくなった時にどうしてもハマらなくなってたっていう現象はよく起こってましたよね、はい、うん、で、まあ、ドイツの方も最初の方戦いとしては4枚の 4-2-3-1 の形から、うん、基本的にはこのラーム選手がこういうふうに高い位置取って左肩上がりの少し可変システムですよね、うん、左から可変して、まあ、リューディが10レ、うん、ケーラーで、ここのザネが少し中に入ってきて、うん、はい、ムシアラが少し中に入ってきて、で、このホフマンが少しウイングバック気味に幅を取る役割になるので、うん、まあ、4-2-3-1 の形から攻撃時には左肩上がりの3で2ボランチで、ウイングバック2シャドウ1トップの 3-4-2-1 みたいな形になるので、うん、これに対してどういうふうにプレッシングをかけるかなんですよ、うん、日本は。で、これ2通り基本的にはあるんですよね、はい、プレッシングのかけた、うん、まず1個目はこの鎌田選手が前に出ての2トップでこの3枚を見ながら、でもやっぱり相手3対2で数的優位できるじゃないですか、これだと、うん、で、例えば、まあ、ボールがじゃあここに入った時に多分この選手が、伊藤選手がこのラームに引っ張られてしまうと、うん、結局ここの2トップの脇を前進されてしまうんですよね。なので前から行くのであれば、ここに対して 4-4-2 のこの伊藤選手がもう少しこの左センターバックのところに牽制をかけるんですよね。牽制をかけることによって前線で3対3の状況を作り出すっていうやり方がまず一つですよね。で、この場合には基本的には外切りで行きますね。外切りで行かなければ結局このリューディが持った時にここに外を通されてっていう場面があるので、ここの牽制をどういうふうにかけていくかっていうのは 4-4-2 の場合はすごく重要ですね。で、もう一つ
のやり方が 4-2-3-1 の場合でプレスをかける場合にはこのサイドに3枚の出たのに、まあ、今度こっちで言うと右に出たのに対しては、まあ、ハイプレスであるならもう久保選手が捕まえに行くってなった時に、じゃあ、まあこれも外切りで行くんですけど、ここがやっぱり来るんで、でこれが例えばじゃあ 4-2-1-3 みたいな感じで3枚に行った時には逆にここに門が開くじゃないですか、2つの門、はいはい、それに対して2ボランチがサポートしてくるんですよ。なので外切りで行ったとしてもここ中使われて中外の展開で持ってかれる可能性もあるので、まあ、本当に全体が連動していかないといけない。じゃあ連動するためにはこれに対してこのボールの同サイドに対してじゃあ鎌田選手が捕まえに行きました、なったらこのボランチが開くじゃないですか。でボールの同サイドの逆サイドにいる伊藤選手がやっぱり負荷はかかりますけどここで中まで捕まえに行く、で同サイドで圧縮してそれに対して長友もしっかり連動して捕まえに行く、でまあ結局ここが降りてきた、ムシャラとか降りてきたのに対しての捕まえに行くっていう状態は続くので、こういうふうに前から行くなら全体の連動がなくてここの長友がじゃあ捕まえきれない、ここ通された、そしたらもう全部ここ置いてかれてしまうので、そうですね、ここの連動はすごく重要なんですよね。そうなんですよ、はい、やっぱドイツ一つやっぱりそのここのセンターバックから入る、はい、ここの縦パスが速いし正確なんですよね、はいはい、うん、ここに入ってからやっぱ置いてかれるシーンがネーションズリーグ見ても対戦国、はい、ここでやっぱ後手をに回ってるなっていうのが多いんで、はい、林さん言われてる通り、はい、やっぱ連動性ここに極力入れさせないのも大事ですけど、はい、力関係考えると、ね、100% 防げるの無理なので、いや無理ですね、そこからやっぱりさっき言ってた、はい、連動性重要ですよね。いやだ重要ですし、うん、まあ、今で言えばこれが捕まえに行ってましたけど、やっぱりここの距離が長くなればなるほど、ここがこれだとね、どうしてもボード上だと捕まえきれますけど、実際だとこの距離感があるので捕まえきれない、うん、じゃあそれに対してじゃあこっちの日本代表のボランチの選手が捕まえに行きましたってなったら、行った分だけじゃあ逆にここにスペースが生まれるわけなんですよ、うん、なのでそれ行ってダイレクトとかで外されてしまうと、うん、もうほぼもう相手のチャンスになってしまう、 そうですね、だそこは本当に難しさあるんですよね。やっぱりそうなると全体的に当然ながらラインは、はいはい、もちろん前から行った時にはもうコンパクトですね、はい、基本的には縦横ともにコンパクトにしないとこのドイツ代表には戦えないと思うので、うん、今言った話でいくと、はい、まあ、あくまで立ち上がりの10分15分で、はい、ハイプレスをかけます、はい、ただドイツはシステムを変えてくるんで、うん、こういう3バック的な長いなった時はこういうはめ方をした方がいいというお話ですかね。はいですね、で、うん、僕が考えるには、まあ、ハイプレスに行ったとしてもあまりここの2ボランチのとこは引き出されたくないなっていう、うんうん、だこれは結局捕まえに行くとさっき言ったようにここにスペースを空けてしまって、ここのライン間にここのムシアラ、ザネ、ハバーツ、まあ、ここカベルツも落ちてくるんで、うん、この3枚にがやっぱいるんで、ここの2センターバックがやっぱここで 3対2の数的不利を作られたくないので、基本的にはボランチもやっぱ2ライン間を埋めながらここのとこのスライドで頑張るとっていう形ですね。だからそうなるとやっぱボランチ2人のポジショニングだったり、はい、その状況判断ですか、はい、非常に試合のこう行方を左右する上では重要になってきますよね、はい、いやすごく重要ですね、うん、だ前が捕まえに行った時に自分がどの選手まで捕まえに行くか、うん、じゃあここのボランチのとこまで捕まえに行くのか、うん、いやそれをもうタイトに行けないなら少しステイしてここのライン間を埋めてちょっともう吸収しながら下がるかっていうところはすごく重要なこう頭を使う部分ですよね。そうですよね、はい、うん、だから前ハイプレスってやっぱ前だけ行ってもしょうがないんですよね。そうそう、前だけ行ってもやっぱり結局間延びしてしまうので、うん、全体がそれに対して押し上げられるか捕まえられるか、うん、結局ボールを持った選手に対してファーストディフェンダーが決まらなければここからやっぱり行ったとしてもこれはフリーに蹴られたらここのスペースを使われてしまうっていう、だからその全体でどれだけ守備の部分で共有してチームとしてどういうふうに誘導してどこで
スイッチをかけてどこで奪うかっていうのを本当全体で共有しておく。それも一つだけじゃないです。そうですね、2つ3つ、そうですよね、4つそこまで持っとかないとなかなかうまくいかないと。そうです。でもうカナダ戦とかの後も、はい、そういうこうやばいはめ方というか、うん、いろいろコメント来てるのは、はい、今の森保ジャパンだと、うん、そういう決め事があまりないんじゃないかとも、うん、言われてるんですけれども、うんはいね、なかなかやっぱ連動してこうはめていくっていう作業が、はい、どこまでドイツ戦まで浸透するかは、うん、ちょっと心配だなと個人的に思ってるんですけど、まあ、そうですね、うん、そこの部分はある程度こう選手の話とかを聞いても、まあ、この前のカナダ戦とかを見てもこう出る選手のキャラクターによってプレッシングのかけ方っていうのが少し変わってはいたので、はいまあ、多少心配な面はありますよね、はいでまあ、例えばまあ相手も相手なので、はい、日本がまあうまく前半立ち上がり、プレスをかけ少しはめたとしても、はい、多分で時間の経過とともに相手はもう対策を練ってくるはずで、はいいろんなまたポジションチェンジだったりやってくると思うんですけど、はい、最初言った通り10分15分ハイプレスで行きます、はい、その後、まあ、0-0 で行ったと仮定してどう変化していくのか、はい、そうしたらもう間違いなくこう前からもいけないと思うので、ねまあ、間違いなくこのゲームっていうのはボールを保持するのはドイツの方だと思うんですよ、はいうんなのでしっかりミドルブロックを自陣のリトリートじゃなくてミドルブロックでしっかり構えるべきだと思います。そのこの前の親善試合のドイツと戦ったオマーンもある程度ミドルブロックで引き込んでカウンターでチャンスっていうのを作り出していたのでこのぐらいのミドルブロックで構えた状態で相手の出方を見るっていうのが、まあ、得策かなと思います。まあ、あのネーションズリーグのハンガリー戦、はい、ハンガリーが1戦で勝った試合も、はい、ハンガリーはこのミドルプレスでだいぶうまくはめて勝ったので、はいうん、日本代表の選手たちも、はい、そのやっぱハンガリー戦はあのだいぶ参考になるみたいなことはコメントで言ってるみたいなんですよね、うん、でもねそれが少し違うのが、うん、ハンガリーは 5-3-2 で戦ってたんですよ。日本は後ろ4枚なんですよ、うんで結局5と4の違いって結局この横幅の68メートルを4人で守るのか、うん、じゃあまあ関係ないですけどここ5人で守るのかって結局距離が違うわけじゃないですか。5人で68メートル守るのか4人で68メートル守るかってまず普通に考えても違うわけじゃないですか、はい、でそのハンガリーは 5-3-2 でしっかり真ん中を固めて2トップでカウンターっていう形を採用してたので、うんうんうん、全く違うんですよ。そうなると、はい、この 4-2-3-1 でいった場合のミドル、はいまあ、プレスというか、はい、どうなんでしょう、こうミドル、まあ、林さん今ミドルゾーンで戦うという表現をされましたが、はい、プレスはそこまでいかない、うんうん、いかないというか、まあ、もちろんボールホルダーに対してはここでここまで来たのに対して自分たちがある程度このプレッシャーラインを決めてセンターフォワードがここまで入ってきたならある程度そこから開始でいきますよ、もちろん、はい、行ってそこから引き込んでこうつないできたのに対して引っ掛けてやっぱり大前とか、まあ、この選手がね本当に起点になれるのでこの奪ったボールを起点でやっぱここのスルーパスであったり、まあ、やっぱり一発でここから前田大前の背後っていうのは狙いとしてはありますよね。だからオマーンも、この前 0-1 で負けたんですけど結構前半からミドルプレスで引き込んで引っ掛けたところからカウンター打ってたんですよ、うん、だからそれはすごく参考になるのとで結局どこがチャンスになるかっていうと、可変システムで 3-4-2-1 でここのラウムが高い位置取るじゃないですか、はい、で結局守備の時には 4-4-2 になるんですよ。ドイツってこういう風に戻ってザネが左に入ってこういう風な 4-2-3-1 から 4-4-2 っていう形になるので結局攻撃から守備の時にじゃあどうなるかって言ったらこの選手がここに戻るわけじゃないですか。だから変な失い方結局引っ掛けた場合にはリュディがこういう4枚なのでここのスペースすごく空くんです。可変してる分ここにこの選手が戻らないといけないので
だからここのスペースは空きがちなんですよ。だから奪った瞬間にこの伊藤選手だったり大然がここのとこをやっぱこのスペースをうまく利用できればチャンスになるなと思ってます。でオマンも本当にここのスペースを使ってここから突破してクロスからすごい決定的なチャンスとか作ってましたし、可変してる分やっぱり相手の攻から守の時のここのスペースはやっぱり空くよっていうの、それは間違いなく日本のあの選手たちとかスカウティングも間違いなく狙えてる部分であるんですよ、うん、でもそこにいるのがこのリュディガーなんですよ。そうですね、そのスペースを結局一人で守れちゃうからやっぱその火炎システムもできるし守備がやっぱり強度高く保てると、うん、それに対してここのじゃあ背後抜け出した時にはじゃあ彼いますよと、うん、スイーパーとして、だからドイツ強いんですよ。そうですよね、はい、だからまあカウンターを、発動させたとして、はい、ちょっとこう前田選手の、はい、フィニッシャーとしてというか、うん、ちょっと決定力はどうなんだという意見もありますが、はい、でお友達というか、はい、一緒にやる水戸時代は決定力はそこまでなかったです。でもあの彼ね本当にメンタル面強いですし、多分ワールドカップ初めてじゃないです か、うん、か全然多分ビビってないですね。ビビってないメンタル面ビビってないし、このジューレ・リュディがいてもやってやるぞっていうメンタリティーありますし、うん、右も左も蹴れるんで、あ、はい、まあ、その精度がどうこうは知らないですもん僕は。成長したらいいですね。成長してます。なるほど、はい、僕すごい好きな選手だしやってくれると思うんで、その抜け出した時に1対1に、まあでもノイアですからね、いるのもう気にせずもうフィニッシュしてくれと、まあここででも本当にカウンターをした時、はい、シュートで終わってほしいですよね。そう終わってほしい、うん、ここがやっぱりちょっと前カウンター発動しました、はい、少し全体が前行きました、うん、でも奪われて体勢整ううちに反撃されるのが、はい、やっぱ相当失点のリスクが高くなるなと思ったので、そうですね、だから自分たちがカウンター仕掛けてそのまたカウンター食らってしまったら、うん、一番やっぱり嫌な展開になるの で、それは避けたいですよね。だからやりきって終わりたいっていうところと、やっぱりドイツ相手にはもう押し込まれたくないですよね。そうです、あまり、なぜかというとやっぱり奪った後の即時奪回カウンタープレスっていうのは、まあ、ハンジフリックの本当に特徴でもあるので、やっぱりサンドバック状態には自陣ではされたくないですよね、うん、日本の方は。で結局 3-4-2-1 にした時に日本が 4-4-2 で守った時にこの 3-4-2-1 ってやっぱり一番捕まえにくいんですよね、位置的優位というか、まあ、この中盤の3人いますし、まあ、結局これがなった時に結局このウィングバックとかに出たときにじゃあ誰プレッシング行くのっていうところで、例えばこの酒井選手とか出たときにはやっぱりここのここへのランニングやっぱザネとか出てきます。じゃあこれに対してついてきたらここのくさび入れてこのムシアラとかっていうのがあるんで、まあ、位置的優位、まあ、配置の噛み合わせの面を考えたとしてもやっぱり押し込まれる状態はなるべく避けたいなと思います。いや本当にだから今林さんおっしゃる通り、はい、この形にされるとまずいなっていうのが、うん、アメリカ戦の後半、はい、エクアドル戦、うん、カナダ戦も結構この3バック相手が3枚の形になってからのはめ方が、はい、はっきりしないなっていうのは共通してる、うん、問題点かなっていう、はい、ここ多分みんなね視聴者の方も、うん、じゃあどういくのがいいんだっていうところは、はい、あの林さんのこう教えていただきたいなと。個人的にはもうこういう押し込まれる状況なら僕はだからあの板倉選手、はい、などを使ってもう5で守るしかないと思います。この場合は5でスペースを守って例えば誰かを外さないとですね、外してまあこういう形もありますよね、まあ5-4-1、まあ5-3にもあるんですけど、まあ、日本は使ってないので基本的にはまあ 5-2-3 みたいな形ですよね、うん、そうですね、こういう形、うん、でいいと思うんですよ僕はこういう5枚で入っても、はい、うんうん、でも実際問題多分、まあ、最近あの親善試合でもこの前のカナダ戦も途中から3枚とかやって、はい、意外とうまくいってたじゃないですか。いってましたね、はい、うん、でその理由っていうのは結局相手もこのドイツ相手も基本的には 4-4-2 でプレッシングかけてくるんで、うん、そうなったらやっぱりここの
後ろで数的優位を作れるんでやっぱり運びやすいんですよね結局は、うん、ですけど結局442で行ってしまうと完全にはまってしまうんですよね相手がどういうふうに配置のとこで完全に噛み合わせがもう、はい、ミラーゲームみたいな感じで、はいはいはい、こういうふうに捕まえられたらもうこれはもう構造の話ですよねサッカーの構造の話、うん、基本的にもう、ま、見られるじゃないですか、うん、そうですね、まあうんうん、こういう形になるんで、うん、まあまあトップ下はもちろんいますけど、うん、まあ基本守るとき2トップになる形多いですもんね、はいはい、うん、なので見られてしまうと、はい、なので日本がやっぱビルドアップでしにくさはもう構造上こうなるんですよねありますよね、はい、だ僕個人的に気になってるのは、はい、ここ長友選手が先発した場合、うん、今期、まあ、僕 FC 東京担当なので、はいはいはい、結構試合見てるんですけど、うん、ここでの組み立てがうまくいかない、はい、あの長友選手が、まあ、ボールを持った時に、はい、ちょっとこうボール持って迷う時が、うん、この瞬間がドイツ狙われるんじゃないかなと思っていて、はい、だ一番やっぱイングランド戦、イングランドドイツを見ていてもやっぱりイングランドどうしてももう縦にボールを出せなくて、はい、ディフェンスの前にこうやって回しているところをかさらって、うん、はい、ドイツがグッていく時もあったんですけど、うん、じゃあちょっとこの組み立ての局面でここをドイツが狙ってきたら怖いなと思ってるんですけど、うん、どうですかこの最終ラインでの組み立て。だから間違いなくはい、ハイプレスで来ると思うんですよドイツ代表が、はい、うん、なのでそれで自分たちが丁寧に下からつないでゴール前の崩しの局面まで持っていけるとは思わないですし、うんうんうん、そういう形じゃなくてじゃあ相手が前から来るならある程度もうひっくり返して全然いいと思うんですよ、うんうんうん、初戦ですしねワールドカップ初戦でドイツ相手前から来る相手、うん、それで無理やりつないで自陣で失ってショートカウンターで1点やられてしまっては難しいゲームになるので、うん、だからシンプルに前線に入れてそのセカンドボールを拾った形から攻撃していけばいいかなと思うんですよね、うん、だからまあもちろん前線ここにはジューレとかリューディガーいるんでこう普通に上のボールではやっぱり跳ね返されるだけですけど、まあ、大前がいるのでやっぱスペースへのランニングでどんどんサイドの背後を抜けて時間を作る、うん、でこれで後ろ向きな状態であれば別に外出してあったり、うん、まあノイアーいるんでノイアーに下げると思いますけどそれに対して全体でプッシュアップしてラインをコンパクトにしていくっていう形の方がいいと思うんですよ、ね、なるほど、はい、じゃあやっぱり後ろに、ごめんなさい裏返すっていうところも、はい、まあボールとしては前田大然や、はい、選手や鎌田選手にこう当てるというよりは、うん、裏向きを狙ってもらって、はい、このディフェンスの裏を追い越すようなボールが理想的だというでしょうか。そうですね、相手を背走させるボールの方が結局後ろ向きな状態になるので、うん、前向きな状態で跳ね返されたら結局拾われてずっと攻撃されてしまうので、うん、ここのサイドのスペースにどれだけいいボールを流してそれに対して全体が反応してそこから押し上げられるかっていうのは重要になるのかなと、うん、だからこうやってボード上ではいろいろ言えるんですけど、はい、うん、ドイツ攻守の切り替えも早いし、はい、相当ハードですね。これをこういう多分展開になる中、はい、選手も拾われるじゃないですか。本当にそうですよ。だからボードで話すとね、この一見簡単に見えるんですけど、もうプレーしてるのは全く別物なんで。ですよね。別物だし、本当にワールドカップっていうすごい緊張感もある中、初戦ですし、全員がもうハイテンションの中でプレーしてるんで。どうですか、ここでまあ前半途中からまあ一応ミドルプレス的なものを用いて耐えしのいだとして、はい、うん、後半の入りはどうですか、はい、どのような、あ、後半の入り立ち上がりはまた、まあ、状況にそのスコアの状況によってまた違いますけど 0-0 あるならばまた立ち上がりある程度前から捕まえに行って、うん、でそこからミドルで構えてっていうのがいいと思いますね、うん、どうでしょう、こう途中やっぱ交代も一つポイントになってくるのかな、うん、と思うんですけど、はい、何かこうこの選手使った方がいいとか、いやーだからまあ彼はもう絶対ですそうですね、彼はもう絶対ですよね、うん、絶対的な途中から変えられるジョーカーなので、
ジョーカーというか最初から見たいですけどね。だから今結構先発待望論も多くて、いやいやもうどう考えてもスタメンのレベルですよ、ね、なんか途中からの方が怖いとか言いますけど、そのレベルじゃないですもん彼は。最初からでも何でもできちゃうんで、最初から見たいな。で守備がどうとか言われますけど、はい、そこも別にブライトンで見てても全然問題ないですし、だいぶ守備も、はい、本当ブライトンの試合だとだいぶここまで下がってきたり、そのディレイとかもできてるなって印象あるんですけど、やってました、やってました、うん、その前のチームでもウィングバックやってましたから。そうですよね、はい、守備は相当強度高くなってますよ。難しいです、ここ悩ましいですね。悩ましいですねやっぱ久保選手は久保選手で、林さんおっしゃった通り、はい、非常にインテリジェンスがあって、はい、周りの味方のちゃんと動きを見ながらの守備ができるっていうのはすごい重要だと思ってて、はい、やっぱねやっぱこの2人同時出てほしいっていうのは見たいですね、見たいですね、見たい、うん、だからそうなったら、だから本当にアンヌは負けてる時なんてここにボランチに川田選手入れて、はい、うん、真ん中にみたいなのも全然あると思いますよね、はい、うん、この形は絶対あるな。そうですよね、はい、やっぱカナダ戦でもね、先ほどおっしゃった通り、はい、ボランチで川田選手は使われていたので、うんうん、だから負け引き分けだったらこんな形でもいいですけど、負けてても俺3枚にしてもいいと思うんですよね。攻撃的な3枚だと、はい、3だとどうしてもなんかこう守備的5枚っていうイメージがありますけど、はいはい、3にしてだ結局2トップに対してある程度ここの数的優位を作って前進して、それに対してじゃあホフマンであったりここのザネが出てくるならウイングバックを使ってまた前進していくみたいな、うん、2ボランチ使ってみたいな。じゃあちょっと林さんにやっぱリードされた場合、はい、やっぱ1点を返しに行くよと、はい、その時今3バックでもいい、はい、具体的にどんな形で行きたい。いやでもねないんじゃないかなと。あ、そうだ、現実的にちょっとね、現実的な話をしないといけないので、どうなんだろうね、まあ、カナダ戦やりましたけど、うん、多分4のまま行くんじゃないかなと。じゃあ基本的にはじゃあどうでしょう、最初の選手を変えてっていういうぐらいですかね、はい、うん、だからあとはだからこのね大前がっていうところで誰を出すかですよね、うん、出すかですよね、うん、だまあこのワントップも面白いと思うんですけどね僕は、うん、まあ、あとは前を置いちゃってもいいしみたいな、はい、どうでしょう、まあ、まあそっか、これは、まあ、まああとはね一発があるのは彼ですから、まあ彼も見たいし、難しいですね。例えば本当にちょっと改めて言うと、0-1例えば、はい、なったら、うん、林さん監督だったら、はい、どうし、ちょっと現実的な話から少しちょっとずれてもいいんですけど、はいはいはい、同点取りいきますか。うん、まあ、その試合状況とかその選手 の、ね、調子の良さとか、いや本当そうなんですよね、うん、その日によってもうコンディションを見ないと言えない話ではありますよね、はい、いっぱいありますねそれは、うん、だから変えにくいですもんね今彼やっぱ変えにくいと思います、いいから、いいから、はい、でそうなったらここもやっぱ変えにくさもある、うん、変えにくさ、まあ、あとは大前のとこは、まあ、まずは疲れてきたら変わるとこであると思うんですけど、じゃあでもその代わりにワントップ誰やるのっていうっていうところですよね、はい、うん、あとはどうなんでしょう、今の前半からちょっとシミュレートしていただいた話でいくと、はい、相当運動量的にはここも、うん、相当疲労が厳しいのかなと思うんですけど、はい、特に遠藤選手、はい、やっぱりちょっと脳震盪もしていて、うん、コンディションがどこまで上がっているかってところが、はい、本当にもうそこは鍵になるんですが、はい、ここもちょっと選手を変えていかないと1試合、うん、はい、この膠着状態を保てないのかなと思うんですけど、はい、板倉選手とかどうですか。いや見たいですよね板倉この前もパフォーマンス悪くなかったですし、はい、まあ、怪我明けでプレータイムを稼いだっていうところでここからコンディション上がっていけば、うん、まあ、ブンデスでもずっと試合出てましたしね、はい、見たいですよね。あとはこの前のカナダ戦でいうと相馬選手は良かったですよね、良かったですよね、良かったんで途中から全然あると思います、うん、はい、
か難しいな、うん、やっぱもうリードされた時のやっぱりリードされたらね正直厳しいと思う難しいドイツ相手に、うん、でも 0-0 でいけばカウンターで俺何度かチャンス作れると思うんですよ、うん、オマン戦見てオマン本当に 4-5 回カウンターでチャンス作ってたんですよはい、うん、で、まあ、ドイツある程度こう押し込んだ状態の時に攻撃としてもここのキミヒとゴレツカ結構2人とも持ち場離れてこう上がってくるんですよあ、はいうん、上がってきてラーム上がって、うん、で、まあ、こっち側にボールある時にはこういう風に上がった時にここも結構上がってきてでケーラーが少し中閉めてっていう状況があるんですけど結構後ろも2対2の状況してるんですよねうんここの2センターバックで2トップ見る形なのででここでなんか変な失い方してここのスペースに出てオマンのフォワードが1個抜け出してチャンスとか作り出してたんで、うんまあ、もちろんここで失った後のカウンタープレスは早いですけど、はい、オマンもその勝ったハンガリーもここのカウンタープレスをしっかりプレス回避して抜け出せればここに広大なスペースあるんですよ、うん、そこがまあだからその日本はもう数回かもしれないですよそのショートあのロングカウンターもショートカウンターも数回かもしれないですけどでも間違いなく何回かは出せると思うんで、うん、それをこのノイアーがいる鉄壁のゴールに決められるかそれが本当に勝負の分かれ目だと思いますいやそうなんですよ日本がやっぱ、はい、このグループ E の全体の今の構図を、はい、にひびを入れるんだったら、うん、日本がやっぱ先制しないと僕もダメだと思ってて、はい、それでやっぱドイツの焦りを誘う展開にしない限りは、うん、もうダメだなと思いますよね、はい、だからあの日本は 0-0 の時間をやっぱ長くしたいっていうのはもちろんあると思うんですけど、はい、でも 0-0 をしたいと思って戦ってたら絶対 0-0 なんてないのでやっぱり攻撃的というか、まあ、守備でもミドルプレスで構えながらも常に守備しながらでも攻撃を持ってるぞっていう意識で全体がプレーできれば別にある程度相手にボール持たれてもボールを保持させてるっていうイメージで持ってじゃあ奪った時にカウンターでどこでチャンスを作るかっていうのは全体で共有されてれば守備も全然こうなんだ疲れがないというか全体でこう奪った後出てくぞっていうのがあればこうきつさはないんですけど、うん、それがどうしても守備のためだけの守備というかもうせざるを得ないっていう状況でずっと我慢した状態になるとやっぱ選手の疲労度も高まりますし、うんうん、それでじゃあ1点やられた時のやっぱりもうえこれいけんのかなっていうのは選手の中に出てくると思うので、うん、どれだけまあその攻撃的に守備しながらでもやっぱりアグレッシブに攻撃に出てくぞっていうのを全体で共有できてないと難しいゲームなのかなと要するに膠着状態を作るという意味では、はい、6月ホームゲームだったとはいえ、はい、どうですかブラジル戦は参考になりますか、うん、そうですねある程度あのブラジルにそこまでチャンスを作らせてなかったですし、うん、全体をコンパクトにして、まあ、奪った後に出ていくっていう、まあ、そこまでチャンスはなかったですけどね日本の方は日本、まあ、ほとんどチャンス作れてなかったですね、まあうんでもそういう戦いになると思うんですよね、うんうんうんはい、さっきあれですよもう林さんの解説、はい、分かりやすくてありがとうございます本当ですかコメントもつけましたありがとうございますただ0-1の展開になることは、はい、結構予想されてるんですけど、はい、0-1になっても、うん、何でしょ う, こう得失点差もあるじゃないですかグループリーグって、はいはいはい、この初戦でいやでも負けたら厳しいですよ、まあ、そうです負けたら厳しい、まあまあまあやっぱりなんか初戦負けるともうほぼ敗退するっていうのはもうデータ上出てるみたいなので、まあ、ゼロではもちろんないですけど、まあ、その相手後の相手が、ね、スペインもいますしそうです、ね、って考えたら本当に初戦が重要ですよねそうですだからあれなんですよ中には視聴者の中には、はい、ドイツ戦は、ね、もう捨てて、はい、コスタリカ戦にまず勝ち点差を取りに行く、はい、でスペイン戦勝負かけようという意見もありますが、うんはい林さんはどうですかその意見に対してはいやそれは正直ないですそれは絶対ないその戦い方してたら、うん、俺でもやれると思うんですよ日本もあドイツで、はい、ドイツ戦で、はいうん、強いですけどドイツめちゃくちゃ強いですけど、うん、
まあ、オマン戦のドイツを見る限りでは隙があるなと、うん、まあ、もちろんあのドイツ代表サブ組の方が多かったですけど、うん、でも意外とこれカウンターいけんじゃないかなっていうのは思ったので、まあ、難しいゲームになるとは思いますけど、決して今の日本弱くないですから、うん、ただドイツ側で見ると、はい、目的にちょっと気をつけなきゃいけないのは、はい、まずはキミヒのゲームメイク、はい、うん、ここをやっぱ好きにパスを出させると、はい、ちょっと厳しいかなと、うん、だからそれをじゃあ誰が捕まえるのかっていう話ですね。それは先ほどの最初のプレスのところに戻るんですけど、うん、じゃあそれに対してボランチが引き出されて、ま、ある程度捕まえに行くのか、じゃあ2トップじゃなくて 4-2-3-1 だったら、じゃあ鎌田がある程度捕まえるのか、うん、っていうところですよね。そうですよね。だからそこをはっきりさせとかないと、うん、結局全体のズレとか歪みとかギャップが生まれてくるので、うん、誰が誰を捕まえるかっていう、うん、でも日本は別にマンツーマンじゃなくてこうゾーンで守ってるので、はい、捕まえに行くっていう守備ではないので、うん、じゃあキミヒだけじゃマンツーマンで鎌田つけるのかって言ったら、うん、どう出るか分かんないですよ。そうです、ね、はい、だでもじゃあ結局捕まえに行ってもこういう頭いい選手っていうのは結局じゃあ自分がマンツーマン疲れてるなと思ったらわざと下がってそこのスペース開けるんですよ。そのスペースに対してまあ、だからこう虫洗ってこれ使う降りてきてっていうのがあるんで、そんなね簡単じゃないんですよ。じゃあもうその君日にマンツーマンつければいいじゃんってなるんですけど、そんな簡単じゃないと。そうなんですよ、絶対こうなるんですよ、はい、うん、で絶対ここ使われると思うんですよね、はい、うん、だから本当に頭脳戦じゃないですけど、はい、そこでも行かなきゃいけないし、もう一つはやっぱ虫洗選手が出てきた場合のドリブル、はい、うん、特にやっぱハーフスペースをドイツ使ってくるので、さっき言った通り4バックのちょっと僕はその不安材料が、はい、ハーフペースに彼のようなドリブラーが来た時、はい、どうやっぱり。だから結局4バックの相手に対してここよく言われる5レーンっていうやつですよね、うん、3-4-2-1 になった時にはここのウィングバックも高い位置取ったら4に対して5になってしまうので、まあもちろんねこのボランチが帰ってきたらまた違いますけど、ここのハーフスペースここのコンパクトなので2ライン間に取られた場合にはこういう状況になるので、うん、こうなったらもうやっぱ正直お手上げですよね。ですよね、うん、もう多分もう守備陣は後手に回りますからね、はい、でだから結局ドイツ得意ならこっからここのハーフスペースのとこにやっぱりランニングポケットへのランして、うん、これに対して全体が入ってって、うん、ここのキーパーとディフェンスの間もしくは相手のラインが下がったならここのマイナスのところに入ってきてシュートで、これに対してもこのボランチがゴレツカなんて特にボックス内に入ってくるんで、もう何人捕まえればいいんだよっていう状態になるので、だってもうここら辺に来てからのドイツのパスも迷いもないし、はい、多分相当連携されてて、うん、もうちょっと捕まえるのは現実的じゃないなと思うぐらい、もう中盤からここのね2列目なんでバイエルン勢ですから、そうですよね、もう普段からトレーニングしてるし、もうイメージの共有はされてますよね。そうですよね。でそれに対して、まあ、ベルナーがいないのでこのハベルツがまあこうワントップの選手ですけど、うん、こういうふうに降りてきてゲームメイクして2列目から入ってきたりしてなかなか捕まえられないので、そうなんですよ、うん、だから、まあ、今回林さんにはこう、はい、現実的なやっぱ布陣を想定しての話なんで、はい、うん、やっぱり本来それだったらじゃあ5バックでいいじゃんとかいう話になるんですけど、はい、ね、なかなかやっぱ多分4バックで日本行きますからね、そこでどうこう攻略していくかをね、うん、板倉選手どこですか。あ、板倉選手そこ、あ、はい、だからね、例えば今みたいな話で言うと5レーンに立たれたとしても5枚であるとこの走り込んできたのに対して別にこの3枚の脇が捕まえに行っても全然問題ないんですよ。そうですよね。そしたらここ別に2センターバックで守ればいい、うん、そうです、そうです、はい、だけどやっぱりこの4に対して5を取られて、うん、5を取られてしまうとじゃあこの抜け出したハーフスペースに対してじゃあ誰がついていくのっていう、センターバックがじゃあついてってしまったらこの真ん中開けてしまうし、じゃあそれに対してついていかないとフリーにさせてしまうし、それに対しては基本的にやっぱボランチがスライドしてこのままついていくっていう形は多いんですけどね、多いんですけど、ね、だけどそこまで守れるかって言ったらなかなかスピードが速い中で守りきれない、だったらもう5にして
ある程度はっきりしてマークつかせた方がいいんじゃないかなっていうのもありますよ。そうですよね、うん、でもカナダ戦のもう最後にやられた足を山根選手がかけたやつも、はい、意外とやっぱ決め事はないのかなっていうぐらい、うん、ボールホルダーとその走ってくる選手に対してのマークが見返したやっぱルーズなんですよね、うんうん、そうですね、だからこそこの4バックでこのドイツに守れるのかなっていうのは本当に正直僕は不安でしかないんですけど、心配ですね。だからやっぱりライン間で受けるのが得意な選手、また奥にムシアラとかミュラーとか出てきた時にはここで受けるの本当に得意ですから、ここで受けられたらやっぱり難しさ出ますよね。出ますよね。だってもう正直もういずれにせよセンターバックが1枚もう釣り出されなきゃいけない状況になってしまうじゃないですか、はい、うん、いやこうなるとやっぱ厳しいですよね、うん、だからこそ、まあ、裏を返せば、はい、だったらやっぱここに持ち込ませないための、はい、やっぱりミドルゾーンハイプレスでのやっぱ前からの詰め方はやっぱ非常に重要です、はい、どれだけだここで守らないためにも、じゃあここでどういうふうに守って、結局ここで奪えればゴール近いじゃないですか。そうですね、ここで奪ったとしたらやっぱりゴールまで遠いですから、うん、だからやっぱりここで奪ってやっぱりゴール攻めたいというのはやっぱり今の現代のサッカーでやっぱハイプレス増えてるじゃないですか、はい、やっぱり理由っていうのはここで奪ってやっぱゴールに近いっていうのもあるし、うんうん、やっぱ高い力全体で押し上げてコンパクトに待ってここでサッカーしたいっていうのがやっぱり見えますよね、うん、フリック監督なんで、はい、やっぱりうまくいってなければ選手交代含め、うん、だから出てくる人がねもうだってここがねやっぱ層の厚さなんですよ。ミューラーであったりニャブリであったりね、え変化加えんならやっぱ中盤のところからギュンドーンとかいたり、まあ、ブラントとかもねこの前出てたし、まあ、アデーミなんてね彼も素晴らしいトップスピード入ると本当に速い選手なのですごいですね。いやー、そうが最初のやっぱ前半うまくいったとしても後半のこういう交代とかで一気に局面というか流れを変えられる、はいはいのも想定しながら日本は戦わなきゃいけないんだなっていうのは、そうです。だから本当にいろんなプランというかどうなったらどういうふうにっていうのをやっぱりイメージしておかないと、もう遅れを取ってしまうというか、もう考えてたら多分ダメですよ、ね、やられちゃうんで、うん、チームとしてどういうふうに戦うかで、その中で個人の部分もすごく重要になるし、まあ、個人があるからやっぱチームとしての部分もあるっていう、まあ、相関関係のところですよね。過去やっぱり日本のワールドカップを振り返ると、うん、はい、2014年の初戦コートディボワール戦は、はい、ドログバが投入されて、はい、そこでのプランがはっきりしなかった、うん、はい、で2018年ベルギー戦、うん、2-0 にリードした後、うん、じゃあどうするんだっていうプランがなかったと、うん、はい、だからちょっとそういう教訓を生かしてもらいたいなとは今大会思うんですけど、生かしてくれますよそこは信じましょう。なんか応援するしかないんで、僕たちは。そうなんですよ。あとはセットプレーですよね。あ、そうですね。セットプレー。セットプレーは本当流れ関係ないので、はい、まあ、大前あたりがスペースに流れて、はい、コーナーもらって、その1個目のコーナーとかで、はい、もちろん高い選手が多いので、はい、そう簡単ではないですけど、はい、ネーションズリーグのハンガリー戦も、はい、こう確かニアかなんかで合わされて、うん、はいはい、決めてますし、うん、ここのニアゾーンのポイントはすごく重要になるかなっていう。だから、そう、そのセットプレーでも日本セットプレーから決めてないんですよ。僕は隠し持ってる。いやだから僕もそれを信じてセットプレーコーチも呼んでるっていうことなので、そうなんですよ。だからそれがね、本当にもうあそこまでなんだろう、同じようなコーナーキックを蹴ってるんだったら、はい、隠し持ってなきゃおかしいと僕は思ってるんで、ですね、はい、どう、あとそうですね、ハンガリー戦以外にも、はい、やっぱドイツ の、 そのニアサイドから決められてるシーンは複数回あると言ってるので、うん、はい、やっぱそこを日本のセットプレーを見る上では、はい、そうです ね、 基本的にやっぱりサイズがあるチームにファーサイドで蹴っても結局ノイアが出てきたり、ここのリューディガーとかジューレがいるんで、はい、基本的にはやっぱりニアだとそこまでサイズは関係ないので、うん、タイミングよくここに入って反らして3列目の人が入るとか、まあ、ここからニアからも直接決めるとか、その形は狙いとして持ってていいと思いますけどね。
一方でやっぱドイツの方もやっぱこの前カナダ戦もろにその弱点が出てしまいましたが、はい、まあ、そういう意味でやっぱりね、うん、一番冒頭でもおっしゃられた通りやっぱシュミット、はい、うん、で蹴れますからね、そうですね、ロングフィード蹴れるんで、うん、この奪った瞬間のこの大前の一発でロングカウンターなんて見たいですけどね、うん、そうですよね。どうですかこうドイツ戦改めて、うん、どんなパフォーマンスを日本に期待したいですか。いやどんなパフォーマンスも 100%、 100% 最初から出して、うん、まあ出すと思います、もちろん出すと思いますし、うん、だけど相手があってのスポーツなので、はい、相手がそれを出させないようにしてくるかもしれないし、じゃあ相手がドイツが良くなければ自分たちの良さも出せるかもしれないし、うん、そこのところは試合始まってみないとわからないですけど、でも全く恐れる必要はないですし、まあ、自分たちの時間帯っていうのはなかなかできないかもしれないですけど、はい、それでもやっぱりカウンターっていうのはすごくこのゲームではポイントになるのかなと、うん、勝つためにはやっぱカウンターが決まるかどうかと個人的には感じてますね。やっぱ本当に林さんもあの途中でお話しされた通り、はい、受け身になるとちょっと苦しいですよね。そうですね、でも受け身にならざるを得ない展開もあるんですよ。まあそうですね、はい、結局相手がうまければ自陣に下がらざるを得ない展開もあるので、だからその自陣に下がった時にも先ほど言ったように守備だけにならないで奪った後にどれだけ攻撃につなげれるかが重要になります、はい、そうですよね、うん、ただ本当ボードでやってると簡単なんですけどね、はい、難しいですよ。いや相当やっぱりドイツのこうなんというかやっぱ少し攻め込まれながら、はい、こっちも攻め意識しなきゃいけないっていうのは、はい、もう心も体力も確実に削られていく、うん、作業、はい、うん、これを90分間、はい、耐えなきゃいけない、はい、相当なミッションだなと思いますよね、まあ、そういうスポーツでもありますし、ね、はい、でも本当サッカーって試合流れあるんで、はい、今は林さんやっぱ前半からおっしゃられたようなものが少しずつはまっていって膠着状態さえ作り出せれば、はい、ね、面白い展開になると思うんですよね。いや、なります、なります、全然、うん、今の日本ならそれをできるチームだと思うので期待したいですよね。期待したいですね、はい、林さんの解説のおかげでもう2000人以上本当ですか、てますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、最近すごいやっぱチャンネル見てくださる方が増えて、はいはい、なんか嬉しいですよね、うん、はい、うん、効率よく走りたい、無駄走りはなくしたいっていう意見もね、うん、そうですね、でも、うん、無駄走りしないと勝てないチームでもあるんですよ。そうなんですよね、一人一人は。どうなんでしょう、林さんになんかご質問ある人いるかな、はい、まあ急に言ってもわからないかな、うん、このチャンネルがありえない誰なのか、どうでしょう、三笘と伊藤のツートップはどうですかみたいな話もいやそれは現実的ではないですね。ないという、だからそれを話しても結局森保さんがその使い方をしなければそれはないので、うん、そうですね、実際のこのずっと日本代表の流れを見るとそれは多分使わないと思います。あのカバさんという方からズバリ予想スコアは終わってきてます、はい、難しいですね。いやこれはねこれはね本当に日本と予想したいですよ僕も、はい、日本が勝つなら 1-0 だと思ってます。あ、なるほど、うん、でも、うん、なかなか難しいんじゃないかなっていうのも、日本がドイツに勝つためには、うん、なかなかのミッションだよっていうのも理解してます、はい、あとはあの日本のキープレイヤー1人挙げるとしたら誰ですかっていう質問も来てます。大前じゃないですか。お、さすがそのなんというか、はい、まあ、ミッドで一緒にチームメイトになってましたし僕は2トップだったんで彼を犬のように走らせてましたけど ね、 ね、俺の周りを、はい、彼も本当センターフォワードだけで13キロぐらい走ってるんですよいつも。あ、はい、いや彼じゃないですかやっぱりカウンターでどれだけ、まあ、守備のとこのやプレッシングのところ、うん、相手が押し込んだ時にどれだけここの背後のスペースをこの大前が追っかけて、うん、ためをできるか、それをゴールまで持っていけるか、ああもう本当彼ですよ。いや決めてほしい、うん、うん、はい、まあ、あとそうですよね、でも鎌田選手だったり遠藤選手は、うん、多分相手も相当研究しているので、はい、相当マーク厳しそうですよね、うん、遠藤選手、遠藤選手と鎌田選手は間違いないです、間違いないですよね、はい、うん、どうかな、0-0なら100点満点ですよと言ってますね、うん、
でもだからその0-0で行こうっていう考えだと0-0に絶対ならないし、ならないです、ならないです、うん、やった結果0-0になったって形ですよね。そうですよね、うん、ちなみに今日開幕戦です。はい、カタール対、エクアドル、エクアドルですよね。ご覧になりますか？もう時間があれば見ようと思います。あの仕事はもうワールドカップで結構たくさん、そうですよね、来ているので結構ワールドカップを見ないといけないというそうですね、すごいですよね。もう4試合あるんで7時、10時、1時、4時じゃないですか。そうなんですよ。すごいですね、寝れないですよ、もう。僕も寝れないです、はいはい。開会式はいつからですか？日本時間の確か24時からだったと思いますね、うん、開幕戦が25時からだったので、うん、はい、どうでしょう皆さん、ね、こんな感じで。もう僕はこれから居酒屋行って林さんと 3,4 時間話してます、はい、たくさん話しますよね、はい、もう、はい、やっぱこうやってね話すのが僕もすごい勉強になるし楽しいです、うんうん、いやいや、林さんもなんか本当お忙しいね、いやいやいや、来ていただいて、はい、ありがとうございます。まあこれ一応あとちょっと告知とかをしたいんですけれども、はい、明日ちょっと告知を、はい、明日ちょっとねこの林さんもご存知の白鳥大地が、はい、ドーハ行ってまして、うん、ちょっと現地のもう今日もこれから多分練習を見るんですけど、はい、まあ結局この今4人が実際間に合うのかどうかっていうのをちょっと明日の配信で聞こうかなと、はいはい、思っております。はい、でまたワールドカップ3試合も生配信されていただくんですが、はい、林さんには2戦目、はい、コスタリカ戦にやります、はい、生配信来ていただけますのでぜひ見てください。よろしくお願いします。試合見ながらねこのボードで話したら結構面白いと思うんで、はい、ぜひもうやりましょう。7時ですもんね、試合7時です。見やすいです、はいぜひ見てください。本当に林さんの解説見てると試合の見方がまたこんな深い角度から本当見れて、はい、この前のアメリカ戦も非常に楽しかったです。なんですか、はい、はい、はい、まあ以上ねこんなところですが、本当林さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。ワールドカップ期間中お忙しいと思いますが、いやいやいや、はい、よろしくお願いします。ワールドカップ終わってからもまたいろいろ聞いて、いやいや、もうぜひ何でも、はい、はい、よろしくお願いいたしま す, します。じゃあ皆さん、はい、ね、こんな感じで今回は終わらせていただきたいと思います。林さん本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんさようなら。さようなら。